松家よ、そろそろ一息入れるが賢明ではないか。騎兵は決して侮れぬぞ。浅井氏の迅速なる討伐、それが信長様の命だ。勝家、解き放てるものならそれがしか。尾張へ届け明智様金星黒のろし。このままじゃ敵に援軍が。早く火元を立たないと。あなたがいくらあがこうとも織田の外貨に変わりはない。さすがは明智様だよな。きっとこうなることを見越して勝家様に持たせたんだぜ。消し止められただと。勝家、早く黄泉の呪しを出さんか。抵抗か、形だけでもしておくべきか。先遣隊の到着です。助かった。九死に一生とはこのことよ。よし、急ぎ体勢を立て直すのだ。勝家、見えぬのか。この惨状が貴様には見えぬというのか。鬼か天狗か、いずれにせよ魔王には及ぶまい。その門があなたにとっての獄門となるだろう。何が何でも耐えるのだ。明智殿ならばきっと挽回の策を講じてくれる。これだけ炊けば必ずや本体も動いてくれよ。勝家よ、砂だ、砂をかぶせ。今以上の煙をたかれては命取りよ。なぜ私が動かなかったかだと。死にゆく味方を助けろと命じられていないがゆえに、利家様、どうか黙って聞いてほしい。さもなくはあなたを殺めねばならなくなる。次こそは必ずあなたの骨を野ざらしとする。そうすればきっと私は